このビデオでは数式定義のプロパティを操作するときに便利で実用的な数式の例をご紹介します。最初の例は定数の定義です。この定数は古くからデザインで使用されている黄金比です。データタイプは数値になりすべての分類値で使用できます。黄金比の公式は5の平方根に位を加え、 それを二で割ります平方根を計算するスクエアルート関数が必要になります一と5の平方根の和は括弧に入れて最初に追加し合計を二で割りますこの黄金比プロパティは後で他のプロパティ数式で使用できます 2番目の例では、ゾーンのイルミネーションファクターを計算します。これは、ゾーンの窓のグラスの表面と、ゾーンの面積の間の対比です。プロパティのデータタイプは数値になり、スペースの分類要素に利用できます。まず、ゾーンの窓の全表面積をどのぐらいの比率で、 窓の表面がグラスであるかを考慮したウィンドウグレージングレシオでかけてその結果をゾーンの面積で割りますウィンドウグレージングレシオは比を定数として保存する別のプロパティです現在は0.85の値に設定されており条件の変更に応じて簡単に変更できます数式は次のようになります ゾーンで使用可能な窓表面積プロパティをウィンドウグレージングレシオにかけてゾーンの計算した面積で割ります。この数式ではカッコ付きの場合とカッコなしの場合とで同じ結果になるため。 この場合の括弧はオプションになります3番目の例はドアインフォタグでドアの要素 ID、ホームフロア数および方向に関する情報を表示しますドアに関連する自動テキストラベルに使用されていますプロパティのデータタイプは文字列になりドアに分類された要素に使用できます これらの値を連結するために、文字列の結合、コンキャット機能を使用します。含まれる値は、コンマで区切る必要があります。文字列は、要素 ID、スラッシュ文字、また、 数値になるため、文字列に変換される必要があり、SRT 関数に使用されるホームフロア数と、別のスラッシュ、方向から成り立ちます。 ここで自動テキストラベルでプロパティを使用すると各ドアの正しい形式でプロパティの正しい値が戻ってきます4番目の例は壁にドア窓または他の開口部がない場合に値が true のプロパティです プロパティのデータタイプは true、f a l s e になり壁に分類された要素に利用できます。これを実現するために if 関数を使用します。if 関数が true な値の結果を得るためには3つの条件が満たされる必要があります。and= オペレーターを使用してこれら3つの条件をそれぞれテストします。 3つの条件は、壁のドア数、窓数、また穴数、単純開口数がすべてゼロであることです。 すての3つのつ条件が True である場合、プロパティがどのように機能するか確認するためには OK をクリックしてダイアログを閉じ変更を承認し開口部のない壁を選択次にドア窓または開口部のある壁を選択しプロパティマネージャーダイアログに戻ります。 評価ボタンをクリックすると選択した要素のプロパティの値が評価されます正しくはプロパティの値は最初の壁では true2 番目の壁では false です5番目最後の例では海面数位に対するスラブの底面高度を計算します 株コードと呼ばれるパラメータはスラブの下のコードを計算しますが、その値は GL と比較して計算されます。このパラメータと他のパラメータを巧みに使いこなすことで、目的の値を計算できます。プロパティのデータタタイプは長さになり、スラブと分類された要素に利用できるようになります。 希望する値を計算するために、単位に、株コードプロパティに、海抜までのコードと、GL からのコードプロパティの値の差を足します。 これらの2つの値の差は、海抜が GL の上または下にある量を示します。このような簡単な方法で、望む値を計算することができます。このプロパティを一覧表で生成する場合、スラブの基準面の位置に関わらず、スラブの本体に対して値が計算されます。 アーキド22の別の新機能についてはプレイリストの他のクリップをご覧ください。